メフメと五世一平する、メフメと五世、メフメと五世は、オスマン帝国の、第35代皇帝。第31代皇帝アブデュルメジと一世の子。第33代皇帝ムラと五世と、第34代皇帝アブデュルハミと二世の弟。第36代皇帝メフメと六世の2。1908年の青年トルコとの放棄によって、翌1909年、兄。 アブデュール・ハミと二世が敗されて、サロニカに遊兵された後、その後釜として擁立された。このような経緯からメフメと五世は主導権がない、傀儡皇帝であり、青年トルコ党は、メフメと五世の下で、立憲君主制の確立を目指そうとする。また、アブデュール・ハミと二世が、オスマン帝国憲法の非常体験条項を用いて、ミドハとパシャを追放したことが、 結果的に憲法の停止と先制政治を招いたことから皇帝の権力に制限を加える方向で非常体験条項の削除などの憲法改正が行われた。ところが新たに招集された議会で立憲政治の方針をめぐって統一進歩派と一自由派が対立したため政府内部がまとまらず国内における社会不安や混乱が続いた。このような中で 1911年、イタリアとの間で戦争が発生する。イタリアは、北アフリカのトリポリキレナイカを攻撃し、沿岸部の都市を早々に占領する。オスマン軍は、内陸部に移り、現地の有力者らと抵抗を続けたが、イタリアに、エーゲ海のロドス島なども占領されたことから1912年12月に、急戦し、トリポリ。 キレナイカなどのこれらの地域を活用せざるを得なくなった。イタリアは戦後、トリポリなどの地域を米にちなんで、リビアと解消し、同地における植民地経営に乗り出すことになる。そして、井戸戦争でのオスマン帝国の敗戦の最中1912年8月には、アルバニアで独立を求める反乱が起こった。 そしてこれにつけ込んだギリシアセルビアブルガリアモンテネグロなどのバルカニオン国が同盟を結んで戦線を布告してくる。これがいわゆる第一次バルカン戦争である。この戦争でもオスマン軍は大敗し、結果として欧州におけるオスマンの領土、つまりイスタンブール周辺を除いた領土のほとんどとクレタ島は4カ国に割譲することを余儀なくされた上、アルバニアが 自治公国として独立することも承認せざるを得なくなった。ただ、1913年6月にマケドニアをめぐってブルガリアとセルビア、ギリシアが争い始めるとオスマン帝国はセルビアギリシア側に組みしてトラキア地方を取り戻すことに成功した。そして、この第二次バルカン戦争で活躍したエンベルパシャが オスマン帝国の国政の実権を掌握し、エンベルはドイツ帝国と同盟を結んだのである。ビルヘルム2世を迎えるメフメト5世1914年7月、第一次世界大戦が発生すると、オスマン帝国は同年10月にドイツとの同盟を理由に、ドイツ側として参戦し、ロシア領を攻撃するに至った。しかしこれにより、11月に、 イギリス、フランス、ロシアが一斉にオスマン帝国に対して戦してくる。オスマン帝国に三大国と立ち打ちできるだけの戦力があろうはずもなく、イギリスにキプロス島を奪われ、ロシアにエルズルム・トラブゾンを占領されるなど敗戦を重ねた。なお、1915年から1916年にかけてオスマン帝国によるアルメニア人虐殺が起こっている。 しかし多少の成果もあった。三国協商軍が帝国の中枢ガリポリ半島への進攻を試みるも、ムスタファケマルラオスマン軍は翌年に撃退。強国と謳われた大英帝国を破ったことで、オスマン帝国は一時的にではあるが高揚し、帝国の維持に成功している。このガリポリの戦いの勝利のおかげでイスタンブールは死守され、 皇帝も安寧を保つことができた。1916年2月には、メフメト五世は同盟国ドイツ帝国より減衰を授与されている。しかし選挙区は次第に不利となり、同盟国側の敗政によってオスマン帝国も連合国に追い詰められていく。選挙不利の中でも、メフメト五世には具体的な行動に出られるだけの政治力はなかった。 1918年7月3日、メフメト5世は、こうした情勢の中73歳で崩御し、弟のメフメト6世が後を継いだ。2010年5月28日、メフメト5世の孫であるハサン・オルハン王子が、エジプトのカイロでガンにより死去した。オルハン王子は、カイロで教職に就いていた。遺言で、父親が埋葬されているイスタンブールのエユプスルタンに、 埋葬されることを望んでいたが、外交上の問題で叶わず、カイロに埋葬された。最後のスルタンのマゴールハンエフェンディ死去、夢からなわず、エジプトに埋葬。ありがとうございます。